おお、そんなに取れてるかいはい、な、ありがとうございじーっまとす。持ってるだけ。また4名のものが、その間を対角線上に入れることになっております。そして、すべて8名が庭の中に、座を占めますと、いざが始まりますけれども、先ほど、所座の説明にもありましたように違います。また同じ前でも、今日のように昨日かなり雨が降りました。湿気を含んでおります。で、急速に、天気が回復してまいりましたけれども、そういった湿度の問題、あるいは天候の問題等で同じ眉を使わせていただき、蹴り渡します。7番のものは、土器と呼ばれる1番のものに眉をまた同じように一足で蹴り渡すことになっております。そして1番の軒に眉が渡る雨茂りが始まります。だいたい1人、2足か3足ぐらい、眉を小さく蹴る。そして眉の弾み方、あるいは眉足自身の、今日の調子ですね、そういうの中で、体験する、試すということになります。そして1番から順次8番のものまで、小回りをした後、8番のものが、軒に鞠を渡して